皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。フィギュアスケーターでタレントの安藤美姫さんが、2020年7月12日放送の配達を芸能人が極上グルメをあなたの家にお届けに出演した際、スタッフにケチをつけたとして視聴者から批判を浴びたことがありました。彼女は都内で Uber Eats の配達に12時間参加し、配達数などを競う企画に参加しました。武田真治さん、丸山桂里奈さん、デヴィ夫人と一流芸能人チームに安藤美姫さんは入っていました。企画中、車道沿いで安藤美姫さんのスマートフォンに配達打診の通知が入ります。安藤美姫さんは素早く応答しようとしたのですが、自転車で追走していたスタッフは、車道なんで歩道までと、歩道まで移動してから画面を確認するよう指示します。しかし、車道と歩道の間のガードレールに阻まれ、安藤美姫さんは遠くの交差点の歩道まで移動せざるを得ない状況になってしまったのです。他の配達員が先立って打診を承諾したのか、安藤美姫さんは配達するチャンスを逃すことになります。すると怒りの矛先はスタッフに向かい、完全にスタッフさんのせいじゃないですかと文句をつけたのです。通知を見るのは車道から歩道に移動してからと指示を受けても、安藤美姫さんは、だって今歩道に入れなかったじゃないですかと自身の正当性を主張します。それは僕のせいなんですかねと問いかけるスタッフに、完全にそうでしょと嫌味を浴びせました。この安藤美姫さんの言動にネット上では批判の声が上がっていました。安藤美姫さん、前も筋トレ番組でわがままとか文句ばっかり言ってたのを思い出した。すごく悪と自己主張が強いですね。見ていてしんどい。配達王に安藤美姫が出ているが、うまくいかないのをスタッフのせいにして文句ばかり言ってキレてる。スタッフ何も悪くないのにキレてる安藤美姫なんなんだ。安藤美姫マジで無理。どう考えてもスタッフのせいじゃない。安藤美姫めちゃくちゃヒステリックじゃん。怖。文句ばっか言うし怖。これらの行動から安藤美姫さんにコンプライアンスの概念はないというのが少し分かった気がします。そんな安藤美姫さんは1987年12月18日生まれ、愛知県の出身です。2002年のジュニアグランプリファイナルにおいて ISU 公式大会で女子選手として史上初の4回転ジャンプを成功させました。主な実績に2007年、2011年世界選手権各優勝、2010年バンクーバーオリンピック5位、2006年トリノオリンピック日本代表、世界ジュニア選手権、2011年四大陸選手権各優勝、全日本選手権3回優勝などがあります。2024年3月20日に開幕した世界フィギュア選手権では日本から10人が出場しました。優勝が期待されていた日本選手は、りくりゅうこと三浦璃来と木原龍一ペアでした。2度の世界女王に輝き、現在はプロスケーター、そしてコーチとして活動する安藤美姫さんに、りくりゅうペアの強さの秘密を事前に聞いていました。2023年3月に世界選手権を初制覇し、日本ペアの歴史に名を刻んだりくりゅう安藤美姫さんは2人の快進撃にエールを送っていました。日本人同士のペアが昨季の世界チャンピオンになったのは本当にすごいことです。木原龍一選手はシングル選手時代から優しい子で、後輩スケーターの面倒見も良いタイプ。三浦璃来選手のことを先輩としてもパートナーとしても可愛がって大事に思っている様子が見えますよね。そして三浦璃来選手も彼の優しさを全力で受け入れて信頼を置いている。そのバランスが取れているのが2人の強みですと語ります。安藤美姫さんは木原龍一選手のジュニア時代からリンク上で見守ってきたといいます。私が現役時代の頃、同じリンクで練習する機会がよくありました。小さい頃から元気でちょこまか動いていて可愛らしい選手でした。ジャンプの練習を頑張っていて4回転も練習しているレベルでしたが、ペアに切り替えたのですとこれまでの経緯を語ります。木原龍一選手は2013年に高橋成美さんとのパートナーとしてペアに転向し、2度の五輪ピョンチャンを経験してきました。そして2018年に三浦璃来選手と運命の出会いを果たしたのです。木原龍一選手のスケート愛と真面目さがあってこそ
諦めずにペアの基礎を固められたのだと思います。女性をサポートできる土台作りが完成した時期に三浦璃来選手に出会えました。スケーティングの相性も良く、才能の開花につながったと思います、と語ります。見つめ合う2人から感情があふれ出すような演技が魅力だと言います。木原龍一選手はもともと感情表現のできるタイプでしたが、三浦璃来選手の表現力と化学変化が起きてメッセージ性がより一層強まりました。2人でいることで大人っぽい空気感やストーリー性を醸し出せるようになったと思います。お互いが大きな存在なんだという絆が演技を見ていても伝わってきますね、と話します。現在はプロスケーター、そしてコーチとして活動する安藤美希さん。2022年夏には三浦璃来選手がオフに肩を脱臼したものの、そこから世界王者に駆け上がったことが記憶に残っています。片方が自信を失っている時期でもしっかりと支え合ってきたことで、2人の関係が信じ合う力に変化したのだと思います。木原龍一選手からは、三浦璃来選手を支えるお兄さんのような余裕や自信も感じられるようになりました、としています。一方で2023年秋には木原龍一選手が腰椎分離症となり、シーズン前半の試合を棄権したことがありました。今季は木原龍一選手のもどかしい時期を三浦璃来選手が支えたのでしょう。強いアスリートは怪我も良い意味に捉えてカムバックしてきます。怪我をしたからこそ弱い部分を強化し直してパフォーマンスが上がることもあるんです。目先の試合は出られなくても、もっと先の大きな試合に目を向けて進化する、そういったコントロールを璃来流は上手にできているなと思います、と語ります。木原龍一選手が怪我から復帰した後に2024年2月の四大陸選手権に出場しました。大会出場のブランクを感じさせない息の合った演技で2位となっています。2人の信頼関係や呼吸が合っているので、短い時間で集中して回復できたのだと思います。怪我明けの演技としてはすごく安定していると思って見ていました。きちんとケアをして強くなって帰ってきたと思います、と話します。続けて、練習拠点もカナダなので時差や移動の負担が少なく本番を迎えられるはず。お互いの怪我をサポートし合いながら、それでも力強く人の心に届く優しい演技をする2人に期待しています、とエールを送っていました。将来的には大技である4回転スロージャンプにも意欲的な2人、世界女子初の4回転ジャンパーである安藤美希さんの目にはどう映るのでしょうか。中国のペアのスロー4回転サルコーはすごい迫力でしたよね。見てみたい気持ちはあるけれど、怪我のリスクも大きい。4回転がなくても勝てるペアなので無理してほしくない気持ちもあります。でも飛んだら後輩たちの血が騒ぐかもしれません、と、ここは慎重に現在指導者としても活動する視点を持って解説していました。それに、と言って続けます。実は自分もペア競技をやってみたかったんです。ジュニア時代に米国でちょっと教わったこともあって、自分は投げられても怖さのなかったタイプなので、新しい挑戦としてやりたいと思っていました、と以前の自身の経験を語りました。アイスショーでは現役の安藤美希さんなら現役復帰も可能ではないかと記者が質問をしました。そう聞くと笑ってこう答えています。もう競技はしないです。今季からは田内誠吾選手のコーチを始めて充実した時間を過ごさせてもらっています。自分が滑るという意味では、昨年秋に肩の手術をした後、ショーに向けて練習をした時に最初はジャンプが怖かったんです。その時に田内選手から、先生は出産した後も復帰できたんだから飛べるよって言われて、自信につながって教え子に刺激をもらいました。コーチ業を始めたことでもう一度スケートと向き合うきっかけになっているなと思います、と自身の現状を語りました。スケートと改めて向き合うからこそ、後輩たちの活躍を温かい眼差しで見つめることができるのでしょう。今は璃来流に憧れてジュニアのペアも育ってきました。璃来流は日本はペアも強いんだよというのをアピールできる2人なので、挑戦心も含めて日本ペア時代の鏡になってほしいです、と期待を寄せているようです。現在はタレントとして指導者としても活動している安藤美希さん。2013年には独身のまま女の子を出産し、世間を驚かせました。安藤美希さんは日本を代表するフィギュアスケート選手ですが、
私生活では数々の男性との熱愛で報道されることでも有名です。ここからはそんな過去の男性遍歴を振り返ってみたいと思います。噂のあった男性をご紹介します。一人目は元コーチのモロゾフ氏です。まずは何と言ってもモロゾフ氏との関係についてですが、2011年頃噂になりました。結婚寸前まで生きながら破談になっているほど親密な関係でした。一部ではモロゾフ氏は女癖が悪く安藤美姫さんの母親に嫌われていて結婚するには至らなかったとの話がありますが、かなりの熱愛関係だったのは容易に想像できます。2人目はフィギュア選手の南里康晴さんです。フィギュアスケーターとして活躍していた南里康晴さんも安藤美姫さんと3年近く交際していたと言われています。2013年頃のことです。安藤美姫さんと南里康晴さんは同居していたと言われており、こちらも結婚寸前まで生きながら破局したとされています。噂では安藤美姫さんと南里康晴さんに収入面で格差があり、格差を埋めようとアルバイトもしていた南里康晴さんでしたが破局したようです。安藤美姫さんの妊娠の際も自分の子供ではないのに子供の父親になる覚悟まであったのだと伝えられています。3人目は実業家の真壁菊夫さんです。2013年頃噂になりました。この真壁菊夫さんは既婚者で安藤美姫さんを経済面でサポートしていたと言われています。真壁菊夫さんは株式会社 CIC の代表取締役ですが、この CIC という会社はアイスショーの運営などを行っています。安藤美姫さんは子供の父親を公表していませんが、週刊誌による安藤美姫さんの子供の父親の情報に合致する点があります。それは経済的に援助してもらっていて相手に家族がいるとの条件に一致します。また2020年8月3日に放送された有吉ゼミでは安藤美姫さんの娘のひまわりちゃんがテレビで顔出しをしました。ひまわりちゃんの顔が真壁菊夫さんにそっくりだと話題になりました。4人目はハビエル・フェルナンデスです。2014年には同じフィギュア選手のハビエル・フェルナンデスさんと噂になりました。交際していたのは間違いありませんが破局しています。南里春康さんと破局後、安藤美姫さんはすぐにフェルナンデスさんに移りました。恋愛関係をオープンにして結婚する予定までありました。これには南里春康さんの父親が怒ったことも週刊誌に報じられています。さらに南里春康さんから1500万円の慰謝料請求もあったと記事になっています。順調に交際していた安藤美姫さんとハビエル・フェルナンデスさんの破局原因はハビエル・フェルナンデスさんの二股だと言われています。5人目はペク・ジョンヨルです。ペク・ジョンヨルの職業は実業家でアメリカに在住とのことです。熱愛の噂はペク・ジョンヨルが安藤美姫さんと LINE で電話をしている姿をアップしたことにより浮上しました。しかし実際に2人が交際していたかはどうか確実な証拠がないためはっきりとは断言はできません。6人目はイケメン昆虫ハンターの牧田修さんです。2020年4月30日フライデーが安藤美姫さんが昆虫ハンターの牧田修さんに猛アタックしているという記事を出しました。これはあくまで安藤美姫さんの一方的なアタックだったため交際までは至ってないと言われています。むしろ牧田修さんが迷惑をしていたと伝えられています。安藤美姫さんがインスタグラムのダイレクトメッセージを使いお泊まりのお誘いなどもしてかなり肉食だったそうです。いかがだったでしょうか。今回は安藤美姫さんの情報をいろいろ集めてみました。ネット上では安藤美姫さんが男好きであるという意見もありましたが、歴代の噂された男性はみんな安藤美姫さんの虜になってしまうことが分かりました。そのために愛憎のもつれだったり嫉妬や怒りを買ったりしてしまった過去もあるようです。安藤美姫さんは魔性の女性なのかもしれません。一方で最近は指導者としても活躍しています。これまで私生活では様々報道されましたが、指導者としての見る視点などはさすが元競技者というだけあり的確です。安藤美姫さんの指導者としての力が今後もさらに発揮されることを期待したいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。